新人、はい、B チームに行ってハンターズ。あそこ行った？あれ B チームのまんまだったちょっと違うな。あーちょっとびっくりします。なんで乗れちょっと待って、動画で違ったらしいですよ。全然違うと。なんだこいつみたいな。でもなんか仕事と結構しいじゃん。ただ、全然どうすんだ。もう入ってからそんなこと言い出すなよお前。いやもうやめとくだな、もうやめろよ会社。失礼です。どうですか。どうです。外務省こいつ、まあショート別件でちょっと動画撮ってたんだけど、はい、電話まで来て新人、はい、頑張りきれよ、頑張りなりする、髪の毛を汚ねえやつでもなんか仕事できるらしいじゃん何年やったの。5年4ヶ月ずっと YouTube 見て来たの。なんかどこに憧れたの。憧れたというか知らんかった、知性がなかったんでっていうのを、まあ、YouTube に撮ってました。あ、見てた。はい。でも、ね、面白かった。見てた。こいつはバカだなぁ。いや、ドッキリ面白かったです。最近ねえじゃん。はい。昔の何回か見てます。同じやつを5、6回再生してます。何これ。ハンタの、離婚ドッキリみたいな。あ、そこ行った？あれ、俺もそう思ってたかと思いましたね。あれ、5、6回見てます。あれが面白くてしょうがないんだ。はい。嘘。ちょ、見てる。そんな感じないですか。ただ、あんまり喋らないです。2時間は偉いよ。奥さんはちょっとやっぱ引っ越すのは偉いかなって思って学校行ってるんで、その健康動向がある子供が子供ですよ。小3と小4です。9歳です。あ、そういうことか。どうすんの。もう入ってからそんなこと言い出すなよ。またわけ最初なんか会社の寮かなんかにちょっと間住んでって言ったんですけど、うん、これもこれでなっていう話になる。しばらく行ったみたいな。いや、体壊すの奥さんダメだよ。奥さん、旦那の初動画で言ったけど、いや、怪我する。この現場死んでば考えた方がいいんだ。それかもうしょうがないもん。家の近くで働くとか、はい、せっかく入ってるな。来てほしいけど往復4時間だ。朝は50分ぐらいで来れますよ、ね、血が空いてるんで、うん、朝家4時50分ぐらいに来れるすごいはすごい。毎日4時半起きです。何時に寝るの。寝んのはまあ大体12時ぐらいです。4時間半じゃん。家着いたらいつも8時9時なんで、そこから飯食わって入って子供と喋ったりしたらなんか食べない。うわぁマジか。どうしたらいいの。友達の関係があるって思ってます。どうしたの。親の都合でね、あれですね、親の都合しかないよ。子供としては成長するだろう。子供としては、最後の案外そういう方が、早かったかな。フォローアップはしたの、なんか。今どういう話なの。まだ何も決めてないです。引っ越しやったら、引っ越しとくのは家建てようと。家、はい、家建てるってことか。時間かかるだろ、まず、はい、じゃあ1週間以内ぐらい答え出せよ、はい、家建てるとかさ、1年2年先の話はこれでもいいんだけど、はい、俺1ヶ月以内にどうするか決めて、まあ、近所お前ようやるって今日ちょっと聞いてたの。真面目だしようやるいいペースをって言ったけど、だけどこれずっと続くと俺はもう怪我されてるから絶対怪我するんですよ。無理は続かんじゃん。中学校じゃ入るタイミングって言ったら中学校の友達エスカレーター式だろ、はい、中学校卒業するまでだったら会社入った方がいいのか。思ったより遠かったっす。あ、思ったより遠かったっす。あ、ほんと。そうは真面目そうなやつや、うん、
何歳から飛びやった19からやったです今何歳今25ですだいぶ若いんだ岡部あ、岡部と一緒だね本当はい岡部しかしまあ同級生岡部そう肖像中に要ノブノブはいなんかちょっとショーっぽい確かにお前ですよ褒めてお前今もなく口下手だったじゃんそうっすねだから「ええ出てるっすええっす」みたいなちょっと待ってお前最初の頃だってお前18個からおったのそうっすでもぽくない昔のなんかショーもこんな長いいやでもここまでクール系じゃなかったっすお前ちょっと挙動不審な感じだったよな僕がよう怪我してなちょろちょろしとったから走り回ったらな負けたくないって話で会社も入ってどんだけなって紹介しましたもう1週間ちょっとぐらいですもう YouTube のまんまだからちょっと違うな、まあ、もう人は YouTube 通りやったんですか全員何が違った何だろうあ、ちょっとびっくりします。なんで、乗れ乗れ。ちょっと、それ、動画で違ったらしいですよ。カンタがうざいだろ、あいつ。いや、うざいだろ。喋ってないですよ。そう、何、ちょっと、聞いたら、何、カンタ何でも、特に関わりというか、接点ないんで、まあ、ドバで挨拶するぐらいなんですけど、うん、まあ、YouTube で見る笑顔がなかなか見れへんっていうあれです。ああ、クールなんだ。はい。ああ、なるほどね。でも、あいつ YouTube でもあんま笑顔じゃなくないいやずっと離婚ドッキリの YouTube 見させてもらったんでこれを想定してあそうかもうそのじゃあカンタ大ファンだったそうっす一番好きだったのはカンタなんだ YouTube 一番見ててのこれやったんで、うん、あ全然ちゃうと思ったなんだこいつみたいなどうだったあいえいえカメラ前にいえいやなかなかうざいなシビアな感じだったら面白いわうそ生の声なんで本当に全然違う喋りかけたの自分からいや、普段挨拶程度しかしてないんで一緒にご飯食べ行きましょうよ、はい、ご自身が家が遠いってこういうのは思ったそうだそうか、まあ、残念だなそうか、厳しいちょっと話すかでそこ本当、まあ今週ないし高校生決めてこいはい、まあ、ある程度も検討してるのか多分やっぱ子供の引っ越しは絶対なしだったなもう一回探したほうがいいじゃあ YouTube で初めて出るけどやっぱりむずいっすねはむずいでも喋ってみたよ喋ることないんだ別にそんなことない最初からそんなことないでできてきてるよカメラで あこれ動画になるんだとかあそこに出るんだとか思うと結構クロス嘘メンタルクロスまあまあイケメンな感じだね、はい、まあまあイケメンじゃんちょっとやりたいちょっと爪痕残そうとするな頑張ってる、はい、優しいなんか笑顔の可愛い感じが25だねあ、まあこれからだよなお前また一回喋ってないはいこいつ見てみ全く喋らんなお前喋った方だぜ普段喋らないんですかえ全然喋りますね全然酒飲んでからしか喋ってないしつけんだなもうしつけしつけもう帰りませんよみたいな社長に決めちゃうよ人を変えるんであればはい、これからまあどうなるかわからんけどまあちょっと子供がおるでなまあこの町会社であこの子たち一緒にやっていきたいと思えばまあ答え出ることはいいかもしれないちょっとキャスト変わらないいってみましょう堀川翔よろしくお願いしましょうよろしくお願いしますよろしくお願いしますせーのあっイエーイ好きなお前いや、小塚一番やる気ないやり直しお願いしますせーのまた見てねちゃんと言ってるかどうかちょっと一人ずつ言わしてみよはいじゃあお前からせーのまた見てねおー自然な感じいい感じナイススマイルじゃあお前なまあ言ってなかったと思うよ多分せーのまた見てねお前顔がめちゃくちゃいいまた見てもらうか不自然だしもう一回ちゃんと言ってせーの
また見てねマジ恥ずかしい恥ずかしいよなOK